レイブンとヤダガラスということで、この北アルプスの麓で、うん、ガーデンをね、そうですね。今年からね、今年の4月ぐらいだっけ、はい、そうですね、4月から、ね。作り出したんだよね。はい。で、まあ仲間もちょっと一人増えて、はい、フリンスというね、スーパーグラスマスターがね、入って、はい、まあそんな感じで、うん、まあほぼほぼ3人で、ガーデンを作ってるっていう感じなんですけども、はい、まあね、それぞれのみんなのね、知識を活かしながら、うん、いろんなこういうね、ガーデンのね、うん、まあ、植物関係のことをお話しできればいいなと思ってますので、はい。まあ、そんな感じですよね。はい。皆様、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。とは言いつつな、やかな、はい。今日、何日だったの？まだ12月の8日ですね。8日？はい。あれ、今日9か。あ、9ですね。はい、12月の9日だな。はい、9日ですね。うん。いや、12月の9日なんだけど、まあ正直ね、はい、なかなかみんな集まれないっていうのもあって。まあそうですね。昨日だったらね、フジンさん。そうですね。来て、はい、まあみんなでやれたんだけど、あのなんか冷たい雨。そうですね、雨がひどかったですね、昨日は。まあでも昨日ご飯はね、鶏が食べましたもんね。そう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 。鳥ね。はい、ちょっと共食いみたいな感じだけどね。そうでしたね。めちゃめちゃうまかったよね。いや、うまかったっすね。いやいや、美味しかったわ。で、はい、新年早々はさ、はい、バラ、はい、この冬って、バラって当然休眠期に入るから、はい、なんか動かない感じあるんだけど、そうっすよね。逆にこの休眠期だから、はい、この時期にいろいろできることがあるんで、おー。それをね、はい、あの、皆さんにね、うん、ぜひご紹介したいなと、はい、思います。はい。うん。じゃあ、そんなわけで、まあ、一番目は、今年だいぶ継いだじゃない。継ぎましたね。うん、はい。あれのね、頭をカットするっていう作業があるんで、はい。それやってから、いろいろご紹介したいなと、はい、思います。うちらね。はい。皆さん、現場、やってきたよ。はい。うん。こんな感じでさ、今年、継いだじゃん。そうですね。別売りをしましたね。うん。はい。一応、トゲなしの、野バラ、はい。の、まあ、大事に、まあ、継いだって感じなんだけど、はい。まあ、この時期、まあ、こんだけ伸びてるのいらないんで、はい。もう。ああ、そんなもんでいいんですね。そう。こんな感じでね。このぐらいで、こんな感じで切っちゃえば。あ、ここに継いであるんだよね。この部分。はい。ここに継いであるんだけど、うん、これをまあ、切っちゃって。うん、で、来春一番、3月、4月ぐらいでここで切っちゃう。ここにある芽だけを動かす。はい。うん。なんでこんな感じでもう全部、バンバン。うん、こんな感じだな。はい。ただ、やつあれだろう、自分の、うん。やった、継いだところあったじゃない、はい。見たいんじゃないの。まあ、気になりますね。継いたかどうか見たいよね。はい。もう見ちゃおうか。そうだ。あとでさ、テープちゃんと巻いといてよ。はい。外したらちゃんと巻いといてよ。じゃあ、ちょっと行ってみようぜ。はい。うん。ああ、やった継いだのどの辺だったっけ、ここなんすよね。ちょっと見てみようかな。何継いだ、やった。ストロベリーライスですね。ああ。どうどうどう。すげえ気になんな。あ、綺麗綺麗。やった、うめえじゃん。うん。うん。とか言って、お前、一個だけなんじゃないの？次のやつちょっと見てみようよ。気になるわ。続いて、まあ続きですけど。うん。あ、もうここからなんか赤いプチンって見えるかな。見えますよね。なかなか取れない。きつくやりすぎたか。でもきつく巻いた方がいいって言ってましたよね。そうだね。水が雨水が入らないようにね、うん。しっかり止めた方がいいわ。これは。まあ目つりのやり方はね、過去の動画が上がってるので。そうだね。こちら見ていただければと思うんですけど。ぜひぜひ見てください。あ、ほら。いいじゃないの？ほらほら。ほら。あ、綺麗綺麗。完璧じゃん。すげえ、でもでかくなってるな、やっぱ。ねえ。うん。楽しみっすね。この来春。素晴らしい。はーい。うん。
100点満点。やった。はい。はい。終わりましたね。終わったな。はい。結構きつかったな。うん、意外とあったっすね。で、次。この台木を生産するために、必要な作業。うんうん、はい。種まき。今、ローズヒップがついてるから、はい。それを収穫して、うん、来年のな、うん、台木、はい、作りのためにな、種を取ろうよ。うんはい。うん。これ実はね、はい。ドーサムルティフローラー。うん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 。要は、ノバラなのよ。はい。で、これ実は、スタンダード用で、うん。取っといたんだけど、はい。大きくなりすぎちゃって、ああ。もう、継ぐのもちょっと断念して、逆にこの、ムルティフローラの、うん。スタンダード。うん。作ってもはいはいはい。ちょっと今年、あまり来なかったんだけど、花が。はい。だけど、これ、ローズヒップできてるから。できてますね。赤い実が。ちょっと触った時に、くじゅっていくようだったら、はい。潰れるでしょ、だって。ああ、ほんとだ。ね。はい。中にこれ種入ってるでしょ？ああ、この中に見える白いのが、種ですね。そう、これが種なんだよ。いくつも入ってる、ね。そう、だいたいね、俺見る限りね、うん。一粒に7個ぐらいだいたい入ってる。ほう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 。ただ、ただ、こういうちっちゃいのは、ああ、ほんとだ。多分あんまり発芽しないと思うんだけど、こういうでかいやつは絶対発芽するんで。うん、で、この赤いこの果肉部分には、うん、発芽を抑制する物質が入ってんのよ。へー。この、要はローズヒップが、うんまあ、土に落ちて、うんうん、この果肉が腐ったら、要はそこはまあ土があるっていうことで、うんまあ、発芽する。あは、はい。でも、例えばそれがアスファルトのところの上に落ちて、うん勝手にこれ発芽したら、うん、要は土がないじゃん、うん、だ結局これ死んじゃうから、うん、ちゃんとこの果肉が腐ったら、うん、っていうのが、まあ、スイッチになってんだよねなるほど、うん、なんで、まあ、人工的に俺はこの果肉を取るっていう作業をこれからしなきゃいけないんだけど、うんはい、まずはこのローズヒップを見て結構なってる、うん、これを全部ちょっと収穫して、はい、で、それから作業やっていこう、うんはい、ローズヒップ、はい、収穫したやつからこの実を取ってんのよこれは結構手間の作業でさ、ねうん、今日あったかいからいいよ、はい、これさくそ寒い日にさ、うん、これはほんとやだ大変でこれまださただ実を取ってるだけで、うん、これからさっき言ったようにあの中のね種を出さなきゃいけないんで、うんはいはいはい、こっからさらに水仕事になるのよ、うんうんうん、これをこのザルで潰して、はい、であの種だけ、はい、あのここで残してって感じでやっていこうと思ってるんで、うん、はいよしやったはいねこんな感じこんだけとりあえず取ったんで、はい、これから、要はさっきのこの果肉を出していきますこうやって、はい、でまあ俺は結構こうやって潰しながらこうやってへえー、結構出てくるでしょうわすごいっすねなんか殺人を犯したらなんか真っ赤になるからねはいなんかこれやったとか、うんあの素手でやったこともあるんだけど、うん、その後手がツルツルする美容のなんかそういうのあんのかな確かにだからローズヒップとかね、結構なんか美容とかに使われたりしますよ ね、そうだよね、うん、嫌だけどね俺はねやっぱ寒いの嫌だからさやっぱこうやって手袋してはいはいビニール手袋でもいいねこれはね確かにでこれまあ地味なんだけどこうやってどんどん潰していってすげえペースト状になってるそうはいもうね、はい、手やばい冷たすぎるでしょ、どう考えてもでもだいぶ、だいぶ見えてきたでしょ、うんね、はい出てきましたね、種がかれこれまあ10分はやってないけど、まあそれぐらいやってるかな、うん、だいぶ潰れてきたそうですね、うん、だいぶ綺麗になってきたですねもうちょいやっていくわ、じゃあはい、うん、はいここまで来たよ、やっただいぶいい感じですね。うん。でさ、俺さっき言い忘れたんだけど、うん、こういうのあるじゃん、この園芸とかでよく古いによくやる、はい。これのね、一番小さいこの芽のやつが、ちょうどこのバラの台木の種にはベスト。おー。うん、でこうやってつりつぶして、水ジャバジャバかけながらやると、はい、この果肉の部分はどんどん下に落ちていって、はい、で、種だけは結構残っていくんで、で、ある程度したら、はい、まあ、あの、ちょっとこれ乾燥させて、はい、で、排水口っていうのは、ね、なんつうのネット。ネットね、はい。これに入れて、はい、最後入れて、はい、土の中に埋めとくだけ。
で土の中に埋めといて、はい、3月になったら、うん、雪3月4月で雪がなくなったと同時にもうすぐ掘り上げて、うん、種まきって感じになる。これがね困ったことに遅くなると、はい、この中で全部発芽しちゃうのよ。はいはいはい、はい、そうですよ、ね、発芽したものをまくと、うん、苗木がねぐにゃーって曲がるんだよね。はいはいはい、はい。水道管のあれみたいなのがぐにゃーって曲がるから、はいはいはい、なんか、すごい継ぎづらかったりするんで、うん、まあ根が出るかなっていう前の時に、うん、まあ負ければベスト。はい、うん。なるほど。うん。ちょっとこれ、もしあったら一回これ乾燥させて、はい。で、なんつうの、上からさーっと落とすと、風でこういう、このなんつうの、殻みたいな飛んでいくんで、一回ちょっと軽く天日干しするわ。はい、うん、了解しました。はい、やった、はい、本来だとね、もうちょっと乾かしてさっき言った皮みたいのをきれいに取った方がいいんだけど、はい、まあ、ちょっと雑なんだけど、なんかこんな感じ。あ、だいぶもう、はい、取れて種だけになってるじゃん、はい、でこれをここグッと麻紐かなんかで縛って、うん、はい、まあ、土の中に埋めとく、埋めとく、うん、そんだけタイムカプセルみたいですね。タイムカプセル、すぐ思い出して、忘れちゃったらどうしよう。この場ででかくなってたので、そうそうそう、うわーって。まあね、ちゃんとあの畝立てて待ちます、はい、これは。こうさん、はい、休眠時期、うん、あれの休眠時期って、はい、要は、目をいじれるのよ。うんうん、つまり移植とか、はい、鉢返しとか、はい、鉢上げとか、うん、いろいろできるのよ。ああ、はい、うん。で、ちょっと紹介したいんだけど、はい、あのね、はい、バラやってる人ってわかると思うんだけど、うん、例えばだよ、うん、植える場所がない、地植えできる場所がない人って、当然鉢植えにするよね。ああ、まあ、鉢植え、バラ行きますもんね、うん。うん。で、バラって木じゃん。うん。そうすると、うん、まあ、どん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 木が大きくなっていって、はい、鉢を上げていかなきゃいけないのよ。うん、その鉢が小さくなる。はい。まあ、その株に対してね。はい。で、そうすると、まあ、初めはね、例えば小さい新苗買いました。うん。こんなちっちゃいポットあるじゃん。こんなポットあるじゃん。はいはい、それに大体入ってるじゃん。はい。で、まあ、うん、新苗が大きくなってきました。はい。で、だんだん長くて2年ぐらい経ったらもう大苗になっちゃうじゃん。うん。そうするともうその 3.5 寸じゃとても間に合わなくて、うん、はい、どん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 ポットを上げていかなきゃいけないのよ、はい、でそのうちそれやってたら、うん、尺鉢とか、うんうんうん、尺鉢って要は内径が30センチだね、はい、でもう尺2とかもうとにかくどん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 でかくなっていっちゃうわけまあやりきれなくなっちゃうんです、ね、やりきれないでしょ、はい、でだん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 さその重くなっちゃって、はいはい、特に素焼きの鉢なんかに入れてると、うん、移動もできなくなっちゃうっていうね。うん、で、そういう時に、はい、同じ鉢で、はい、まあ要は株を根詰まりさせない技があるのよ。うん、ほう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 。すっごい単純で簡単だから、はい、これぜひ皆さん覚えていってほしい。じゃあやっていくよ。はい、うん、まあこれちょっとね、まだ全然大きな鉢にしても問題ないんだけど、うん、見せますね、これをね。はい、で、これイエロームタビリスっていう、チャイナの仲間なんだけど、チャイナ種。はい。で、まぁ、ちょっとこれ、まぁ、脇道それちゃうんだけど、はい、チャイナの、チャイナとかティーローズっていうのは、どちらかというと、あんまり剪定しない方がいい。一応、四季咲き性が強いものが多いんだけど、はい。四季咲きってどこで切っても咲くよ、なんて言っていつも言ってるんだけど、俺は。うん、うん。チャイナとかティーに関しては、まあ逆に言うとあんまり切らない方がいい。うん、うん。本当にハイブリッドティーみたいなバツンバツンなんて切っちゃうと、はいはいはい、ちょっとね、その年、次の年に動きが悪かったりするんで、はい、うん、まあ出ないことはないんだけど、はい、できたら、まあある程度細い枝も残しといて、うん、で、まあ来春になって邪魔だなと思ったら抜いてやるみたいな。うん、こんなのはいいよ。こんな、なんか、こう重なっちゃってるような、こんな枝はこうやって切ってもいいけど、全然ね。はい、うん。うん。だけど、あんまり、もう、こんなのはやめた方がいいと思う。っていうのは。うん、はい。そんな感じでね。まあ、それはちょっと余談なんだけど。はい、じゃあ、いくよ。はい。まずね、まあ、こうやって、ポッと上げるね。簡単に取るからね。ルートボールなんて言うんだけど、はい、これね、まあ、根がこうやってだんだん、ボール状になってくるっていうかね。はい、うん、で、これ。
はいはいはい。これさ、便利グッズ。そう。ヤタから借りちゃってるんだけど。そうですね。うん、ありがとうね。うん、これ、実はね、レイブンマスターのね、そうですね。お店で売ってるんだよね。はい。うん。すごい使いやすいです、ね。これめっちゃ使えるよね。うん。で、これを使って、この部分を切っちゃう。おお。もう、あの、根ごと切っちゃう。はい。いいんすかね。そう。バッサリ。で、だからできるってことですよね。そう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 。例えば、うん、動いてるときに、やると絶対アウト、はい。うん。ちなみに面白いの見つけた。これあるじゃん、これ。これ、オリエンタルポピー、コーラルリーフ。種が飛んで、ここで発芽したんだね。あ、これ見てわかるようにね、オリエンタルポピーはこうやってね、直根でね、うん、こういうごぼうねみたいなの出るんだよね。はいはい。植えちゃおう、これ。これめっちゃいいね。すぐ余談になっちゃう。で、これね。はい。まあ、あの、はじめは、うん、あの、そんなに、こんな落とすとはあんま良くない。はい、うん、だけど、まあ、だいたいこれぐらい。はいはい。うん。これぐらいもう終わって。ああ、これがまた切れるのよね。そうなんですよね。こんな感じ。ああ。こんな、もうバッサリ切っちゃう。はい。で、まあ、あと、ここ。ここがさ、ほら、やっぱり、苔とか雑草とか出るから、はい、こういうのはやっぱり取っといた方がいいね。まあ、演習というか、はい、ここは崩してほしくないのよ。へー。最終、この切った分だけ土を入れるのよ。うん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 。で、これ一応、これがブレンドした、まあ、バラの土なんだけど、はい、これ、あの、そのまま入れます。だいたいこれと同じ分ぐらい。はい、切った分ぐらい入れる。で、こう置くだけ。これ、ここを取っちゃうと、はい、この隙間にまた土入れなきゃいけないじゃん。うん、そうですね。結構厄介なのよ。うん、なんで、今の状態で、これを置くだけ。ほうほう。で、上に軽く化粧砂みたいな感じで、うん。で、当然だけど、あの、ウォータリングスペースって言って、水を、はい、ね、やるときに必要なスペースを、だいたい本当に、まあ、2センチぐらい。はい、1.5 から2センチぐらいは。取っといてほしいんで、うんうん、まあ、これに軽い化粧が、もう普通のこのバイオでいいんだけど。はい。戻す。そう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 。これでいい。この時に、はい、この土実はもう、あの、元肥入ってんのよ。うん。元肥絶対入れた方がいい。おー。うん、元肥を下に入れといて、はい、あの、植えた方が絶対いい。こんな感じ。簡単っすね。めっちゃ簡単でしょ。そうっすね。で、あのさ、いろんな諸説あるんだけど、はい、バラって深植えする人と浅植えする人とかっていろいろじゃん。あー、よくありますね。どっちがいい派とか。そう、俺言い切っちゃうけど、はい、絶対に深植えダメ。ダメ、うん、今日ほとんどのバラってついであるのよ、うん、まあ、継ぎ木とか、はいはい、さ、まあ、うちらがやってる芽継ぎとかやってるんだけど、うん、そのついだ木まで深く植えちゃうと、うん、例えばこれ、うん、こういうところから根っこ出てくるのよ。ここまで土入っちゃうと。ああ、はいはい、はい。こういうとこから根っこが出てきちゃうのよ。うん、そしたら、継いだ意味ないじゃん。うん、うん。自根になっちゃうじゃん。はい。こいつの、ムタビリスの自根になっちゃうから、はい、絶対ダメなのよ。苗木がすごいエネルギーとかこうね、吸収できる、うん、大きくなるものだから、はい、まあ、日本の土壌にも合ってるし、うん、ムルティフロアっていうね、あの、はい、日本にある原種のバラなんだよ。うん。で、なんで、まあ、その根を借りて、こいつを大きくしてるのに、うんうん、こっちのムタビリスの根がこういうとこから出てきちゃったら、はい、そっちにこう、切り替わっちゃうのよね。うん、で、代木の方の根がね、動かなくなっちゃうのよ。どっちかというと、はい、動きが止まっちゃう。で、こっちの方からなんとか栄養を取ろうとするんだけど、うん、弱いヒョロ根みたいなので、うんうん、なんとかやろうとするから、どんどん株が弱っていくって感じ。ああ、うん、はいはいはい。なんでね、絶対、この、ついだところのこの下、うん、際ぐらいがいい。浅植えっていうのも良くないよ。はい、めちゃめちゃ根が出ちゃってっていうのは良くないけど、はいはい、このちょうどそのついだ、あの、下にちゃんと土があるような感じ。これがベストだね。まあ、よくね、寒冷地だと、その、マルチングのために、ちょっとかけるとか、はいはい、寒さがね、まあ、それは多少わからなくはないんだけど、うん、結局、その、冬、それやったら、春はその土は取った方がいいね。ああ。うん。もう年間でずーっと深植えしちゃうと、絶対こういうところから根が出てきちゃうんで、はい、はい。もうそしたら、代木の意味はほぼないんで、うん。うん、っていう俺の持論だけど、はい。まあ、信じるか信じないかはあなた次第です。
ょあんまり大ホラ吹いちゃうとなでも本当に俺は今までの経験上やっぱそんな感じがする、うん、うん。皆さん、はい、こういうこと、このスタンダードなんて結構もう土地でかいでしょ。そうですね。でこんだけでかくなっちゃったら、うん、もう次どん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 鉢を大きくして、そのうちこんなサイズになっていくんで、うん、まあ、このサイズで抑えたいって言うんだったら、はい、さっきのやり方もう一回やっていくよ、はい、うん、まずじゃあこれ抜きますね。あ、結構根がね、ちょっとしっかりしてますね。パンパンに張ってきちゃってるよね。はいはいはい。でまあこれこの辺でちょうどこの鉢がちょっとこんな感じになってるんで、はい、この部分ぐらい切ればいいかな。でこの部分土を足してやれば、うん、あのいいかなと思うんで、はい、まあ、ちょっとここの部分を切ろうか。やっぱり根が回っちゃうとバラも調子悪くなっちゃいますもんね。そうそうそう、パンパンになっちゃうと。そうなんだよこんな感じでね、はい、切り取れましたね、うん、で、まあ、さっきと同じでね、この上の部分の苔とか、うん、はい、苔とか雑草とかちょっときれいに取って、でよいしょと、同じようにこれ元肥入ってますね、うん、でこんな感じ、こんな感じで上に軽くこうやって土をやって、はい、おしまい。うん、めちゃめちゃ簡単ですね。しかも来年また、うん、あの切った部分から新しい芽が出て、はいはいはい、株も良くなるし、うん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 、この鉢でもう何年も今後はやっていける感じ。うん、うん、そうっすね。これはぜひね、ちょっとやってもらいたいですね。ねえ、場所ないところとかに全然これ ね、うん、そうっすね、もう鉢を大きくしたくないよっていう人は、うんうん、これめちゃめちゃ使えるから、うんうん、まあね、大きくしたいんだったらそれさっき言って、徐々にね、鉢を大きくしていけばいいんだけど、うんうんうん、もうそれ以上っていう時はこの方法を使ってもらえれば、はい、うん、すごく簡単なんで、はい、意外とこのバラだけじゃなくても他のね、あの低木類なんかも使えるんで、確かに、うん、ぜひぜひやってみてください。じゃあちょっと番外編ですけどねもったいないですからね。ちなみにね、はい、このオリエンタルポピーっていうのは、うん、この冬時期だったらこれも同じように、うん、寒さは全然大丈夫なの、うん、暑さはダメだけど、はい、だからこの冬時期にあのこういうなんかどっかに飛んだ、うん、オリエンタルポピーなんかを、うん、抜いて、はい、あのポット揚げしとくといいよ。あ、うん、まあ、もしくは移植も全然 OK。 俺一回さ、はい、冬場にケッポっちゃってさ、ケッポル、あ、ケッポルって分かんない、ケッポルって何ですか、鉢がこうあってさ蹴っちゃってボーンってで倒れちゃって、はい、これがこう露出しちゃったね、露出しちゃったのよ。あ、でそのまま雪降っちゃって、うん、で春先雪の中で生きてたもんね。あ、寒さ強いんですね。めちゃめちゃ強い、雪の中でもう完全露出状態で生きてるの、うんうん、なんでまあ本当にポピーはやるなら今のタイミング、あ、ベスト。はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。距離感つかめなくて距離感つかめないいや今日は結構ダメになったんじゃない、はい、そうですね、割とボリュームもありましたしね。はい、バラのね、意外と好きそうだけど、うん、意外とね、しない人もいたりして。そうですね、うん。はい。使える技だと思うんだよね。鉢替えっていうのもね、そうですね、うん。なかなかこう、やるタイミングというか、そう。わからない方もいると思うので。冬眠期の冬だったら大丈夫ですから。うん。うん、ぜひね、チャレンジしていただきたいと思いますね。うん、本当だね。はい。あと、やったのも良かったな、ついてて。ついててよかったっす。雲式さ本当に今回はね、バラにとった、うん、特化したね、はい、まあ、回だったんじゃないかなと、はい、思います、はい。あと、例のね、ルブリフォリアのスタンダードの剪定のやつも、はい、ぜひ動画でね、撮っといたから、あ、そうです、ね、あれも入れてもらえれば、はい、本当にバラの剪定、冬のね、剪定から、うんうん、鉢替えしから、はい、ね、いろいろね、はい、バラの生産のね、はい、スタートから、そうですね、楽しめるんじゃないかなって、盛りだくさんだよ。はい、では本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。
興味持ってくれる方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。よろしくお願いします。やたさ、はい、これ見事じゃね？すごいですね。ルブリのスタンダードを。そう。この実がなってるじゃない。はいはい。こんだけ当然花が咲いたってことなんですけど、原種のバラの剪定って、はい、この実とか花柄を残しておくと、うん、すっげえやりやすくなるの。あ、なぜかっていうと、はい、まあ、花が咲いた枝がどの太さに咲いたかっていうのが分かるじゃん。うん、例えばさ、これは見える？これ。はい、実がなってますね。これさ、はい、この枝から出てきてんだよ。うん、でこの枝ぐらいの太さだったら、うん、花がつくってことなのよ。はいはいはい。これさえ分かっちゃえば、うん、1輪でもだから花が咲けば、うん、どのぐらいの太さの枝で剪定をすればいいかっていうのは分かるわけ、うん、でこれで見ると結構簡単で、まあ、本当にこれぐらいこれぐらいの太さ、はい、だから花が咲いた時に、うん、太さが分かるようなものと一緒に比較して、うんうん、今のこの時代だから、はい、携帯で写真撮っとくと、はいはい、ああこれぐらいの、ね、花咲いたんだな、じゃあこのぐらいの枝で切っちゃおうっていう感じで、うん、あの切れるっていう感じ、はあはあ、うん、で実際こういうふうに こう内側に向かってる枝あるじゃん、こういうふうに、はい、外じゃなくてこういうの外じゃん、うん、内向かってる枝っていうのはもうどちらかというと空いて切っていった方がいい、中が混み合っちゃう感じですね。そう、そういうこと、中が混み合うと、うん、まあ、要はスタンダードってこうトピアリー型でこうこんもりになるんだけど、はい、中が混み合っちゃうとそこで風通しが悪くなっちゃって、うん、やっぱ病気とかになりやすいんで、はい、できたらここの部分をできるだけ空いてやるっていうのがいいと思います、うんうん、でじゃあ早速これちょっと切らせてもらおうと思うんだけど、はい、今さここに芽があるんだよね、ちょっと見づらいかな、こことここにもあるんだよね、うんうんうん、はい、でこんだけボリュームが出て、じゃあ来年これこのまま剪定しないとどうなるかっていうと、はい、さらにこうなるのよ、もう一回り二回り大きくなっちゃう、うん、そうするともう超頭でっかちになっちゃって、うん、あの感じが悪くなっちゃうんで、はい、もうこの辺で切っちゃう、うん、できたら外目、はい、あの内目じゃなくて外目で切っちゃう、こんな感じで、うん、でさっき言ったこの枝内側に来てるからここで切ってもいいんだけど、はい、ちょっと不安な場合はここに芽があるんだよね、実は見えますね、見える、はい、これ外向いてるじゃん、うん、でもしここで切るとこういう枝が出やすい、うん、だったらとりあえずここで切っといてもいいかなっていう、うん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 、春またちょっと考えてもいいって感じですね、そう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 、じゃあでじゃあ次この枝を見ていくとこの辺かな、ここに芽が一応あるんだよね、はい、あります、ね、外向いてる芽があるからこの辺で切って、うん、これいらないから切って、これ内向かっちゃってるじゃん、はい、この芽も内側向いちゃってるんで、はい、いらないんだよ、こういう時はもうバッサリこういう感じで、でこれもあのすごくいい枝なんだけどここにちょうど芽があるんだよね、裏側にね、ちょっとこの裏側に芽があるんだよね、はい、なんでここらで切っとこうかっていう、うん、うん、そうしたらこれはいらないかもね、こんな細いの残してもっていうところなんでこれぐらい切っちゃいます、うん、うん、でこんな感じで次これいこうか、この枝はここらで切っちゃおうかな、はい、ここに芽があるんだね、ありますね、うん、はい、ちょっとでもこれ内側に向かってるからここで切ってもいいかな、うん、ここの芽があってここにもあるし、はい、ここにもあるんで芽が重なっちゃうんだよね、そういう場合はもう切っちゃう、うん、でこれはここだね、次はこれなんだけど、はい、うん、ちょっと残念なことにこっち側が内側に芽が出ちゃってて、うん、こっち側にあったらこういう感じで最高だったんだけど、うん、内側に芽が出ちゃってるんで、はい、少しこれは多めに残してこの辺の芽を使おうか、はいはいはい、芽、ね、うん、こう落としてこう落としておくか、うん、でこれはもうここに芽があるんでバチン、でこれこことさここでクロスしちゃってるでしょ、うん、でどっちがこれ
なんていうのかな、優先順位としたら、うんうんうん、こっちの方がある程度太くて、そうですね、来年しっかりした花咲く、うん、こっちはだいぶ細い、うん、まあ咲かないことはないかもしれないけど、やっぱり重なってどっちかが邪魔っつったらこっちを切っちゃうというね、うん、この感じでね。でこれはちょうどここに芽が出てるんで、芽あるよね、はい、見えない、じゃあここで切っちゃう。でこれ例の内側に入ってる枝ね、これはもう完全にこっち側に来ちゃってるんで、はい、いらないなっていうところで、ただここに芽あるね。あー、ありますね。外向いてるからここに切っとこうか、はい、ちょっと保険、うん、こんな感じでこういう感じで、はい、で次ここだね、これも内側にこれ芽がこう来ちゃってるんで、うん、これはいらないなっていう、うん、でこれもバラでよくある現象なんだけど、負け枝って言って、はい、初めこういう風にエネルギーが来て、うん、で初めこっちに行ってたんだよね、はいはい、だけどこっちの枝がこう加水して弱ったことによって新しい枝がぐんと出たのよ、うん、でこれ勝った枝だっていうことで、よく勝ち枝って言うんだけど、はい、でこれが逆に負けた枝なんで負け枝っていうのよ、うん、負けた枝っていうのはもう今後どんどんこういう風に細くなって、そのうち花芽もつかなくなっちゃうんで、はい、もう切っちゃう、バツンと、うんうんうん、で今見た感じこっちがちょっと寂しいよね、この辺がちょっと寂しいよ ね、 そうですね、空間が、はい、でこれ実はここにこの芽があって、うん、本来こういう風に伸びればもっと最高なんだけど、こっちに芽があってちょっとこの辺にもこういう風に行くかなっていうところで、うん、ここで一回切っちゃいます、うん、でこれ完全にいい枝なんだけど、すごくいい枝なんだけど、はい、内側向いちゃってるじゃん、ちょっとそうですね、うん、はい、いらない、うん、でこれも細いんでいらない。そしてここにいい芽ありますね、これね、はい、切っちゃう、 OK、 はい、完了です。これぐらいバッサリやった方が来年またすげえいい株になる、うんうんうん、あんまり細いのばっかり伸ばすとこっからこれより太い枝って絶対出ないんで、はい、こういう細い枝からは、はい、これよりさらに細い枝しか出ないんで、うん、どんどんやっぱりしょぼくなっちゃうし、あんまり良くないのよ、はい、だからやっぱりある程度太い枝を残してそっから出てくる枝で花を咲かせた方がいいと思うんで、はい、うん、来年は多分ねこの辺のちょっと木化してるけど芽はちゃんと生きてるから、うん、この辺がこういう風に動いてくれればここも補ってくれるし、十分これで丸いトピアリーになれば、うん、まあ、参考になりましたかね、まあ、原種は1回でもこういうね、こういうローズヒップが入ってれば、うん、剪定の仕方は分かると思うんで、はい、ぜひ皆さんも試してください。はい。